はい、今回ですね、前回に引き続いてポップコーンね、やっていきたいと思います。はい、今回ですね、キャラメルポップコーンね、やっていきたいと思います。これ取んなきゃダメですね。これ溶けるまではね、ちょっと強火でもいいですけど、もう溶けちゃってからはこれぐらいのね、中火にしないと溶けやすい。あとは溶けない泡がね、出てきましたね。そう、ちょっとこう沸騰してきた。でまたこれも1個でやり始めた、早いね。止めます。ちょっとあんま振りすぎるとね、こうやってね、中のキャラメルがちょっと飛びましたけど、はい。でこれちょっとね、開けていきます。この穴のところですね、こううまく使って、はい、これで食べていきたいと思います。こういうふうに色がしっかりついているところと、こうついてないところ、全然味が違うんですよね。これなんかこうテクニックがあるんですかね。こうついてるところはこんなに綺麗にべったりついてるんですけど、基本こうついてないですね。で今回のは前回と違って、なんかこうサクサク感っていうかね、前はしっとりした感じだったんですけど、今回うまく作れたんですかね。
キャラメルポップコーン意外とありですね、これね。非常に美味しい。ちょっと放っておくとくっついちゃいますけどね。これひょっとしたら冷めても美味しいやつかもしれないですね。もうここら辺なんて全然味付いてなさそうですもんね。全然味が付いてないよ。ひっついちゃって剥いてくるのか、うん、少し冷めてきたらちょっとねひっついちゃって取りづらいんですけど、うん、逆にこれまんべんなくこうできないでキャラメルがついてるのとついてないのが両方あった方がもしかしたら飽きないでいけるかもしれないですね。こんな感じでくっついちゃいますね。でくっつくと食べやすいんですけど、こういうまだ不完全なやつがあるからまとめていきづらいですね、これね。あ、もう下くっついちゃってますね。こんな感じで雷起こしないとね。こういうのまとまっちゃってますもんね。食べやすいですけどね。こうやって食べやすいんですけど、中にねそのままのやつがあるんですよね。こういうのがね、それがちょっと危ないっていうかね。
バラバラになっちゃってさ、今度逆に食べづらいんですけどね、一個一個食べていかないと。結局面倒くさいから手でいっちゃってますけどね。手ベタベタになってますけどね。こんな感じで、まあこれぐらいですかね。あれじゃないの。まあまあこれだと上出来な方だと思うんですけどね。はい。ね、こうやって簡単に作って、まあ一人で、まあ、本当はなんかつまみながらいけばいいんですけどね。まあ、そのまま食べちゃいました。ちょっとお手軽でね、簡単につまめますのでね、よかったらこういうフル系のね、ポップコーンもおすすめです。